こんにちは、ニニニットです。今日はですね、既製品のニットをほどいてるところなんですけれども、機械編みするようになると出来上がりが早いので、どんどん糸がいるんですね。で、まあ棒針編みだけの時でもしてたんですけれども、きっかけが妹が介護の専門家でケアマネージャーをしてるんですが、編み物の施設で、老人ホームだか施設で、編み物の好きなおばあちゃんが編んではほどき、編んではほどきって一つの糸でやるんだよっていう風なのを聞いて、あ、そうかって思ったんですね。で、と言ってもだから、まあ最初は手持ちのニットで着ないものをほどいたりなんかしてたんですけれども、たまたまリサイクルショップ大手のオフハウスさんに行った時に、私和のものが好きで、時々スーパーなんかと一緒になってるところがあって、覗きに行ってたんですけど、ちょうど冬のシーズンがもうすぐ終わるっていう風なタイミングの時で、ニットが既製品のニットが100円均一みたいなのがずらっとコーナーが作ってあったんです。で、と思って、で、こう色とか糸の素材とかを見て、どっさりもう大きい袋に2つぐらい買い込んだんですけど、まあそれが始まりで、冬場でも春夏用のものでもシーズンが終わる、まあ大体シーズンのもう全盛期っていうか、真っ只中の時、ファッションのものって切り替わりが早いんでね、ちょこちょこ覗くようにしてるんです。で、今日ほどいてるのはこれなんですけど、で、これもう最後のほどくところのある最後の1枚です。これ こんな風なケーブル編みになったこれ襟がぐるーっとあって、ラグランの七分袖ぐらいかな、でバサッと上から羽織るようなものだったんですが、で、これなんと見てください、これもともとは500円で売ってたものがシーズンオフ近くになって200円、これ200円でゲットしました。で、糸はかなりな量取れますね。大きいものです、200円で。まず気をつけたいポイントが、私も何度か失敗したんですけど、この裏を、ニットの裏を見て、この閉じた部分にロックミシンが絶対かかってないこと。もうロックミシンかかってたら、もうこれ1本しか、1段1本ずつがもう切れちゃってますから、ロックミシンがかかってないかどうかを確認すること。それからこういうふうに、こうやって割ってみるんですね。ここが縫い目ですから、こういうところをこうやって見て、ほどきやすいかどうか。で、あとはこの編み地によっては、工業用の編み機で編まれたものって、素直に1本ずつでほどけないような模様のものもありますね。だから本当にほどけるかどうかをまずチェックして選ぶということですね。で、だいたい首の後ろと
脇のところにこういうタグがありますね。で、まずこのタグをこうやってほどきます。もう丁寧に糸を切らないように、このタグのついてるところも特に脇になると長い一本を切ってしまうことになりますから、まあ結べばいいことなんですけど、もう丁寧に丁寧にこのミシンの糸を切って外していきます。こうですね。で、このアクリル100、これ私ほどく前コットンかなと思ったんですけど、最近アクリルは冬のものでも夏のものでもとてもよくできてますよね。で、私ウールに少しアレルギーがあるんで、直接皮膚に触れるのはちょっと苦手なんで、ウールに似た素材の冬のものだったらアクリルゲートをこういう風にして使ったりします。で、この取り扱い方法なんかも載ってるので、これは糸と一緒に大事に取っておくといいです。で、まあ、こういうね、商品名みたいなものはただ外してしまう。これたったこの1本のこの1本の細い糸でもほどくのに邪魔になりますから、完全にきれいにのけておいてあげます。はい、これでですね、大体もうほどいていくと分かるんですけども、おそらくこちら側から素直にほどけると思います。こういうふうに何ていうのかな、工業用編み機で閉じてある場合、閉じ終わりがこういうふうなのとか、チチチチチって何かこう紐鎖編みみたいなものがついてます。これはもうすごく分かりやすいんですけど、例えば反対側からほどいてみるとですね、あ、こっちか、そうそう、これが例えばこちら側からやってみるとしますね。もうこの残りこの1本の閉じてある部分1箇所をやると、もう完全にパーツが分解される状態なんですけど、よいしょ、やっぱこっちですね。これはこちらからこうやって切ってみて、こう糸がスルスルと抜けない場合は反対側です。反対側だと、これが快感なんですよね。見てください。いきます。スル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 ってこう正しい側からほどくと、これスルスルっと外れてしまいます。ちょっと何かがあるとね、引っかかりますけど、絶対もういいやと思って横切ったりしないでくださいね。すごい糸の無駄が出ます。何が引っかかってるんだ、ちっちゃい細い糸が引っかかってる。
パリでも何でもなさる方っていうのは戸締めっていうのは見て分かりますよね。普通裾までスルスルと取れちゃうんですけどね、何か引っかかりがあったみたい。はい、これでよし。今回出た無駄はこれだけでした。まあほどく途中であるかもしれませんけど、これだけでした。もう最初の頃どっさり無駄が出てね、もったいなかったんですけど、はい、これで、でこういう閉じ糸でも閉じてあった毛糸でもかなり1メーター以上とか長いものはこうやって巻いておいといてあげます。編むのにあとちょっとだったのにっていう、あとちょっとあったら足りたのにっていうふうなことがありますので気をつけますね。でこれ身ごろ、身ごろ袖、ラグランですね、ラグランの袖、これも袖、そしてこれが襟元に着てたもので、これ袖口、これは何だったんだろう、どこかこの襟のなんか引き返されてる部分か何かについてました。でこれ襟口ですね。こういうふうに全部分解できました。こんな感じですね。でちなみにですね、これ私のちょっと洗わなきゃいけないんだけど、これこういう金ですよ、私はね、こういうかわいいボタンつけた、これはコットンだったと思います、覚えてないけど、これですね、これもやっぱりラグランですけど、もう本当に模様編みはシンプルに少し入れてこう作ったものなんですけど、こう裾の部分とこの部分とだけ入れて、あとは端ですね、であとバックコマをしてる、これまあ七分っていうか五分かな、五分のちょっと肌寒い時に春から夏の冷房対策の場合も、これちなみにこういうふうにしてほどいて再生した糸で編み切り編みました。このメリヤスの部分が、はい、多いんで早いですよね。はい、こういうこれもそういう形で編んだものです。それで。ここから、ほどいていきます。で下にですね、私はこういうなんか透明なものがいいんですよね。ちょっとこれほこりか、透明なこういう何か、これあれでしょうね、コストコのパンか何か入ってたんじゃないかな。これを足元に置いて、この編み地、目を見ると分かりますね、どちら側から編まれてきたか、これはこういう方向に編まれてきたと思います。ですからこっちが閉じられた方だと思います。で少々いいやっていう時はここの閉じたい一段切ってしまえばいいと思うんですけど、端を。でも無駄を絶対出したくないっていう場合はこれを閉じてあるこの鎖状のものをこうほどいていく、こっち反対側かな、ものによってはスル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 っとほどけるんですけどね、
最初の一目をほどくと、あ、これこうやってほどけますね。これ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 です。こういうふうにほどいていく。あ、これ一本無駄ね、無駄が出ました。ただあとはこれほどいてて素直にほどけなかったら、あ、こっちじゃなかったんだっていう感じですから。こっちじゃないかな、こっちじゃなかった、ごめんなさい、こっちだ。待って、あ、そうか、編み始め側からほどかなきゃいけないんだから、それよく間違えるんですよね。こっちですね、こっち。なんか素直にほどけないときは逆側からほどいてるということですんで、で足元のこの何か大きい切れてる大きい箱か何かに入れながらほどいていきます。こうやって、あれ、ここも切れてる。最初のところはね、ほどくときとか、閉じ目をほどいたりするときに無駄が出ちゃったりして一本になっちゃうことがありますけど、はい、始まりました。こうやってただひたすらほどいていく。昔母がよく使ってたんですけど、紳士用の、最近は見ないですよね。背広、まあオーダーメイドなんかすると入ってくるのかな。背広の大きい箱ありましたよね。あれを母は機械編み用に使ってました。でよく枷くるきに通して湯のしっていうんでしたっけ、糸の再生をして、でよくね、枷くり手でこうやってこうやってこうやって手伝わされた覚えがありますけど、これはもうこうやってばらしておいて枷くり機に取って、それで再生の仕方もね、普通は枷くり機に取って枷にして、で湯のしをして、それからびしょびしょに濡れたまま物干し竿にぶら下げてってしますけど、ちょっと私今回はロシアの方でロレインなんとかさんって、よくもうライブ中継なんかをされる、ロシアで随分と人気のある編み機のニットデザイナーの YouTuber さんおられるんですが、その方がなさってた再生の仕方をちょっと今回試みようと思ってるんですけど、枷くり機に巻いてる状態のままできるやり方を今回試してみようと思ってます。初体験です。今もうお袖2つをほどいて、一番この本体のボディの部分ほどいてます。ようやく編み物っていう自分がもう夢中になれる趣味に巡り合って、やっぱり母が昔もう物心ついた頃からしてたから、何か親しみもあるんでしょうね、あったんでしょうね、ハマってしまったわけですね。でその後うつ抜けって書きましたけど、気分障害が適切な治療も構想して楽になって、以降もやっぱり季節の変わり目とかね、なんとなく気分が沈む時があるんですけど、気力が落ちたりで、よくね、
そういう時に編み物してて、以前だったらこういうタイミングで鬱っぽくなったんじゃないのかなって。でも編み物が、今は編み物をもういつやっても楽しめる、編みたくないっていうことがないですからね、楽しめる趣味に思ってたから、こうやってうつっぽくならずに苦しまずに済んでるんだろうなって思ったりして、だから私は編み物にすごく感謝してます。で、だから、恩返しって言ったらあれだけど、十分に日本で情報が情報の乏しい機械編みだけでも何か私にできることあったらなっていう感じなんですけどね、貢献できたらな、ちょっとでもって、例えば一人の方の役にでも立てば、機械編み始めたね、初めて分からないって困ってる方の助けになればいいなと思ってやってるわけです。はい。で、夜の時間にね、夕食が終わった、一日のことが全部終わった夜の時間にながら編み物するのにドラマが一番良くてですね、で棒針編みなんかは複雑な模様を編むところ以外は結構目を離す、編み地から目を離すことができますよね。だからチラッチラッと画面を見ながらドラマを見るっていう感じで、でね、だからね、不思議とドラマがをただじーっと見ることができなくなっちゃったんです。ドラマだけに没頭して見ることができなくて、手編みをしながらじゃないと見れないんですね。で、ネットフリックスとかアマゾンプライムビデオとかでアメリカのね、刑事物とかっていうドラマを見ながらやってる時もあります。そうすると結構ね、ヒアリングの勉強にもなるんですよね。チラチラしか画面を見ないん で字幕とかはない、吹き替えでもないのを見ると、まあとにかくそうやって楽しんでます。はい。あともうちょっと、あとこれだけ、あともうちょっとで終わりなんですが、でまだ首周りのこんな長いのとこんな長いのと、それからあとちっちゃいこの袖口と、こういうこれだけですけど、こんなに取れました。これまだまだ取れると思います。これあんまりこのほどいた、このほどいてこうやってやったもの、あまりっていうか触らない方がいいですね。ガシャガシャ触ったら、こうやって整えようとして触ったらもつれる原因になりますから、もうそのままにしといてあげる。でこうやってほどいていきます。はい。まあこれキリがないんでおしゃべりしてると、こんな感じでね、たっぷりな糸がこうほどけますよっていうことで、はい、超リーズナブルな、まあもちろんあれですよ、人に頼まれたものとかは事前にね、これをほどいて希望の色とかを聞いて、これ現物を見せて、これをほどいて
綺麗に再生した、綺麗にした糸で編んでもいいですかっていうふうに聞くんですけどね。で、中にはね、年配の方、大事にニットのものを着なくなってて、着なくなったけど捨てれなくてってしまっておられる方なんかで、私が頼んだら編んでくれるよっていうのを誰か人から聞いて、持って見える方もいます。で、それをほどいて、まあほどけない場合はしょうがないんですけど、大体は手編みのものを大事にしまっておられるんで、ほどけないっていうことこれまでなかったですけど、ほどいて再生して、再生して編ませていただく、希望のものを編ませていただくっていうふうなこともしてるんで、もうこれほどくのももうコツが分かってきて、ほんのわずかな糸しか無駄が出なくなりました。こんな感じで、これ小物だったらもういろいろ編めるでしょうし、はい、いろいろかなり編めますよね。で、これなんといってもこのコストパフォーマンス、こんだけ大量の糸が200円ですから、何しろだから100均さん、いろいろなところで助かってるんで、あまり営業妨害をするようなことは言いたくないんですけど、100均の毛糸って確かに一玉100円で安いようですけど、あれメーター数が長さが短かったりしますんでね、ちゃんとした手芸屋さんで買うよりは安いにしても結構毛糸代バカにならないんですよね、次々編むには。これは200円です。はい、オハウさん行ってみてください。はい、以上です。